こんにちは。今日も習慣化のお話です。セルフコンパッション、習慣を挫折させないためのポイント、パート1ということで、前回まではどうやったら習慣化を長く続けさせるかっていう、まあそういう視点でお話をしていきました。今回からは3つのパートに分けて、挫折を防ぐためのセルフコンパッションを学んでいこう、そういう動画になっていきます。大きく分けると7つのポイントがあるんですけど、まあ一つ一つを丁寧に話していくということなので、まあ、3つのパートに分けて2つから3つずつですね、紹介をしていくという、そんな動画にしていこうと思います。はい。じゃあ、そもそもセルフコンパッションって一体何ぞやっていうことなんですけど、これは自分の意思の弱さを受け入れることによって、逆に習慣化を図って挫折しないようにしていくことっていうのがセルフコンパッションになります。だから失敗をしても自己嫌悪、自分を嫌いにならずに習慣を持続させていくのを目指していきましょうというのが、セルフコンパッションを高める、そして今回からの3つのパートになっていくというところです。はい。どんなポイントがあるのっていうふうに、さっさと本題に入っていきたいと思いますので、今日は2つ紹介していきます。まず1つ目が、失敗を自分と同化させないということです。つまり失敗と自分を切り離しちゃいましょうということなんですね。セルフコンパッションが低い人の特徴としては、自分を責めやすくって、自分と失敗を同じものだっていう風に捉えてしまう傾向が高いんですね。例えば禁煙をしようとしている人が、ついつい友達に誘われてしまったとか、机の上に置きっぱなしにしてたタバコを手に取ってふーって吸ってしまったということが起こったとしたら、自分はなんて意志の弱いやつなんだという風に失敗を同化させてしまうんですよ。つまり自分という存在と、それからタバコを吸ってしまったっていうのを一緒にしてしまってるんですよね。意志が弱いからタバコ吸っちゃうんだイコールみたいな、そうじゃなくって、自己嫌悪を回避するために、セルフコンパッションを落とさないようにしていくためには、まあ、悪習慣をやめるのは大変だよねとか、時には失敗することもあるよとか、それからついつい昔の習慣が出ちゃったなみたいな感じで、失敗と自分を切り分けてしまいました。だから意志が弱いからタバコを吸ってしまったんじゃなくって、つい昔の習慣が出ちまったんだなという、そういう捉え方をしておけばいいということなんですね。ただしこれは決して自分に甘くしましょうというところでとどまるのではなくって、なんでじゃあ昔の習慣がついつい出てしまったのかっていう、克服のための次の手っていうのを考えていく必要が出てくるということです。はい。だから何がきっかけで昔の癖が出ちゃうんだろうと、だから例えばタバコを吸っちゃうという癖を直したいのであれば、それを客観的に見ていくと、やっぱり周りにタバコを吸っている友人が多いからとか、物を普段から片付ける習慣がないから、その一つにタバコが出っ放しになってたんだなっていうことであれば、できるだけ喫煙する友人との関係っていうのを断っていくっていうのが出てきたりとか、あるいは物を片付ける習慣をつけていったら、タバコも目に入らないような状態になっていくということです。だからそういうふうに、自分がなんでそういった癖が出てしまったのかっていうのを考えて、それの対策を打っていくというのがセットになっていきます。これが自分と失敗を同化させないということですね。はい。それから2つ目、まあこれでも食って元気出せよってセルフケアをしてあげるということです。急にどうしたって思いましたよね。はい。2つ目は、落ち込んだ時の起き上がり方についてです。自分を責めるのではなくて、優しくしましょうということです。はい。で、例えばお酒が大好きな人が小さなグラスを1杯飲んだりとか、お菓子大好きな人はチョコ1個くらい食べてしまったりとか、あるいはゲーム大好きな人が1日30分だけゲームをしたりとか、そんなのは全然いいと。全部を禁止して、お酒も一切ダメです、お菓子も絶対食べたらダメ、30分のゲームすら許しませんってなってしまうと、逆に縛り付けられることによって人間の欲っていうのはどんどん上がってってしまいますから、だから急にドカ飲みしてしまったり、ドカ食いしてしまったり、ゲームをもう一日中寝ないで徹夜でやり込んでしまうっていうことが起こってしえてしまうということなんで、ですから、ルパンの相棒の次元みたいに、まあルパンこれでも食って元気出すよ
っていう風に、まあ、もう一人の自分が語りかけてくれるかのように、相棒が語りかけてくれるかのように自分に優しくしてあげることっていうのは非常に大事になってくるというわけですね。はい、まあ、これは何かというと、誰かに励まされると結構気持ち安らいだりする瞬間ってありません？あれを自分でやってみましょうということなんですね。で、その安らぎをもらったことによって、よし次こそは頑張ろうっていう気持ちが芽生えてくるということなんですよ。だから失敗したら罰を与えてしまうのではなくって、自分に優しくしましょうというのがポイントになっていきます。よくあるのが、例えば運動習慣を身につけたいってなった時に、腕立てを毎1日15回やりましょうと決めたところが10回しかやらなかった。じゃあ昨日を10回しかできなかったから、今日はその5回ビハインドしている分を持ってきて20回やろうって、ところが20回一生懸命頑張っても今回また12回で挫折しまいましたと。あ、8回足りなかったから、じゃあ15回に8回足して23回やろうって、これをどんどんなんか自分にペナルティーかのように上積みをしていくんですよ。これはもうまさしく習慣化とは逆効果になっていってしまうんですね。だってもともと決めたものを自分がこなすことすらできてないのに、なんでそれを追加していって取り戻せると思うんですかっていうことなんですよ。そんなことは到底できない話になりますんで、できなかったら急ぎよく諦めてしまうと。だったらハードルを下げてコツコツ続けられるような状態を作っていくっていう方が間違いなくいいと思いますんで、その時に今日はできなかったんだねと、分かった、それは全然問題ないと、その代わり次明日頑張ろうぜっていう風に自分に優しい声をかけてあげると、お前15回もできなかったのか、じゃあ今日できなかった分は明日に追加だこの野郎ってやってしまうと習慣が身につきませんということなので、これ注意していただけたらというふうに思います。ということで、セルフコンパッションパート1ですね。7つのポイントのうち2つを紹介していきました。1つ目が自分と失敗を同化させないで切り離しちゃいましょう。そして2つ目はっていう風にセルフケアをするというお話でした。明日はですね、また3、4、5、6、7と残りのものをやっていこうと思いますので、ご覧いただけたらというふうに思います。ということで、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。